そういうために準備をちゃんとしてきたつもりです。3人で歌舞伎座で出られることをやっぱりこう夢見て、やはりこう歌舞伎の世界は男の子をね、やっぱりこうやっていく世界でもあって、でも私はそこをこう演舞場だったり舞踊の会だったり、そこでやっぱりこうちゃんとこう彼女が歌舞伎座にいつか立てたらいいな、本興行立てたらいいななんて思いながらこう進んできたつもりだったんで、そういう意味じゃやはりそう嬉しいですね。でこれが続けられるように、いろんな風習習慣文化歴史もろもろもございますけれど、やはりそう九代目市川團十郎がね、推薦にその当時の推薦に期待していたことなどもございますんで、そういったことも踏まえた上で私もこういう時代という中で彼女また彼と3人で舞台に立ち続けられる環境を模索できることを考えたいと思ってます。7月のこともありますが、まずはその家でもねそういう報告がしますけど、命日ということで学校行く前に麗華と勸玄と行って、君たちから伝えることがあるだろうとね、おのおの彼は襲名決まったよとか、麗華は実は声優としてデビューすることになったよとか、そんなことがいっぱいあると思うんでね、それをやっぱりこう私からこう注文するわけではなくて自発的に彼らが言うこと、そしても私自身はもう襲名披露いよいよ決まったよと、いろいろ心配なこともあるだろうけれど、見守ってほしいというような感じですかね。はい、勸玄君はやる気スイッチが入ってるとお父さん言ってましたけど、入ってますか？いや、いろいろ襲名とか決まってね、気持ちはどうですかって。分からないです。お父さんと勸玄さんと一緒に出られるのはどうですか？なんか3人で揃ってなんか踊るっていうのもなんかずいぶん前の新橋演舞場での、お祭り以来なので、本当に嬉しいですし、歌舞伎座に立たせていただけるっていうのが嬉しいです。やっぱり歌舞伎座立ちたいっていうのはありましたか？はい。何が楽しみですか？楽しみというか、緊張してます。普通のお父さんと舞台の上で共演するお父さんって違いますか？どう違います？なんか舞台に立ってないお父さんはなんかすごく優しくて可愛、いらしくて可愛い、それ言うな。なんか面白いです。で舞台に立ってる時は本当に私がなんか例えばしばらくとかも見ていても本当にすごいなって思いますし、なんか本当にその役に見えます。どんなところが可愛いんですか？そうだよね、可愛いはずないんで俺は。例えばゲームとかでなんか大人げない顔、なんか私はなんか出ました、大人げないワード。でもゲームとかで負けたりするとこう大人げなく必ず勝つんですけど、その時の顔とかがなんか子供に対してじゃなく、なんか大人に対してはぁーみたいな。なんか本当にどういうことだよ。なんか新たな海老蔵さんの一面が、よくわかんない、最近よく言われますね、可愛いって。可愛いはずじゃないです僕は。そう、今までのイメージだと。そう、ね、全然ないんですよ。 0% だったんですけど、でもねここ最近可愛いっていう噂が。じゃあ可愛い海老蔵も押してくる。いやーもう海老蔵じゃないんだよね。川段、可愛い團十郎。でも先日父の日だったじゃないですか。そうです。何かあったんですか？もう手紙くれてね、二人ともなんか心のこもった手紙をくれました。僕は大人げないと書きました。そう、大人げないパパへいつもありがとうって書いてくれました。勸玄君から見て海老蔵さんは
勸玄君浴びて海老蔵さん大人げない、大人げないと思います。何なんだよ、どういうところが。なんか自分が勝ってすごい中の僕たちに向けて、自分が勝った時はなんかすっごい嬉しそうに喜びさを表現するんですね、わざわざ、うん、そういうところが大人げないと思います。大人ならもうちょっと抑えてやったーみたいな感じにやればいいと思うんですけど、でも後藤さんはもう足の先から頭までもうすっごい喜びさを僕たち見せるんですね。そういうところが大人げないと思います。声優もそうそうそう、あれは良かったですね。どんどん成長されてる。そうですね。どうですか声優のお仕事は。いや楽しかったです。ぜひまたお仕事くださいって言っといた方がいい。お願いいたします。ボタンさんの作品、声優の作品見てちょっとメロメロになって、いやもう可愛かったな、こんばんにゃんとか言って、えっと思って、いや見んねよって言って、もう昨日の夜それ聞きたくて、聞かせてよって言って、ようやく10分後ぐらいに1回やってくれたんですけど、よかったですね。なんかファンになっちゃった。ファンが聞かせてくださいっていう感じで、ちょっとだらしない父だったんですけど、まあでも聞かせてくれてよかったです、はい、一言、はい、恥ずかしい恥ずかしい、頑張んにゃん、なめなにょお前じゃないの。代わりにということですね。海老蔵さん、こう髪型をなんか今回の体験に向けてちょっと美容院って悩んでたじゃないですか。ああ坊主に戻すかね。今日はこの髪型。いやてか坊主に戻すんだったら美容院行かないでよかったっていう。美容院に行ってから悩んだんですよ。坊主に戻すか、でも坊主に戻すんだったら自分でできたなということでちょっと短く切っただけですね。じゃあずっとこの髪型は。いやもうちょっと飽き出したんで、変えますね。また新たな、うん、どうですか、大丈夫ですかこれ。いやかっこいいと思う。あ本当ですか。こんな風に。そうそうそう。どうですか、お二人から来たお父さんの髪。大丈夫。本当に若い頃よりいいと思います。なんだそれ。なんか髪型は若い、ちょっと坊主の時よりなんかこっちの方が僕は好きだな。おなるほど。さんは。私はなんかもともと坊主だった時はなんか髪の毛伸ばすよって言ってたのでちょっと不安だったんですけど、髪の毛を伸ばしてなんか今ちょっとなんかシルバーっぽく染めてなんか似合ってるなと思うのでちょっと変えていただきたく、変えていただきたくない。ああそう、はい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 。なんかすごいなんか私としてはお父さんになんか合ってるなって思います。でもねもうちょっと黒くしないといけない時期もあるんだよね、うん、ちょっと早く黒く染めてみようか。もう髪伸ばしていけるんだとか。そうなのね。もう本当に家庭的な会話ですいません。で7月に夏祭り夏祭り、なにわかがみと中国へ、はい、7月夏祭りと中国へをやらせていただきます。そして11月12月に襲名をさせていただきます。そして堀越勸玄として舞台をするのは7月が最後なのでぜひ皆様見に来てください。精一杯頑張ろうと思います。ありがとうございました。うん、なんかそうか、勸玄として最後なんだ、うん、見に行くよ。パパは出ないの。分かった。ボタンさん。ボタンさん。私は初めて歌舞伎座に7月立たせていただきます。雪月花の中国の蝶の聖を一生懸命踊らさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。素晴らしい。はい、私も、そうですね、やっぱ3人でね歌舞伎座の本興行出れることは我が家として初めてですし、私もこう あと歌舞伎座に出る回数も海老蔵としてはどんどん少なくなってくるんで、一生懸命舞台に集中して、努めたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。